チャオ、こんにちは、ゆりこタイガーです。今日は、特別な動画をやりたいと思いますが、まず私は何人ですか？イタリア人です。イエーイ。 Buongiorno, buonasera, benvenuti in questo nuovo episodio imbarazzante。そう、イタリア人だからこそ日本のパスタを試してみたいと思います。イエイ。今回はね、コンビニパスタ。やっぱりね、みんななんか仕事で忙しかったりとか、レストラン高いとか結構あると思うなんですけど、今日はファミリーマートとローソンのミートソースパスタを食べてみたいと思います。で、どれが一番美味しいのは勝手に言いたいと思います。イタリア人として。イエイ。よし、食べよう。よいしょ。まずはセブンイレブンのミートソースパスタを食べてみたいと思います。美味しそう。すごい。これね、めっちゃ多いですね、このソースの量が。おお、そう、朝ごはんしなくてよかったな。よし。結構匂いと見た目からはすごく美味しそうに見えるなんですけど、よし、1kg。わあ、進む匂いがすげえな、これで、スパゲッティがすごく太い。このぐらいでいいかな。はい、いただきます。うん、あ、でも甘い。あー、甘さ感じるんですよね。これがなんか甘くてちょっと美味しいんだけど、味がそんなに濃いではないんですね。うん、でもこのミートソースとスパゲッティがすっごく柔らかい、やっぱり。うん、これは何だろう、70点で出したいと思います。75ぐらいと思う。でもスパゲッティはね、真ん中のスパゲッティと外のスパゲッティはね、やっぱり太さは違う。めっちゃ全部食べてやっぱりちょっと違うなんですけど、コンビニとレベルって言ったら結構すごいと思うよ、これ。おいしい。うん。で、これはファミリーマートのパスタ。やっぱりこれもね、色がすごく濃い。で、ソースの量が多いんですね。美味しそう。いただきます。あ、なんか違うな、これも。匂いがそんなにしてない。うん、なるほど。うん、これ酸っぱいね。なんか塩の方が濃い。これが甘さ酸っぱいですね、一番。でももしかして一番似てるかもしれない、本当の。うん、でもこっちの方がなんか肉がね、もう見える。これだけが肉だから、結構肉が太くて、結構肉の味したりし、でトマトとなんかいいバランスとってるから、味的にはセブンの方が好きんだけど、ちょっと似てるのがこっちかもしれない。うん、美味しい。で、今からローソンのパスタを食べてみたいと思います。やっぱりね、セブンのなんかと全然違うよね、見た目。これがすごく肉な感じする。で、赤い。色がもっと濃くて、なんか匂いも全然違うんですね。よし！ローソンのパスタをどんな感じなのかな？結構ね、ローソンがアニメのコラボが多いから結構いきますよ、実は。でもパスタはなんか匂いは強い。いただきます。うん、あれ全然違うな。全然違うね、これ。なんかセブンと逆な感じする。甘いなんですけど、味がすごく濃くて、なんか結構やっぱりニンニクの味するんですよね、こっちの方。さっきの方がトマトソースなんか濃い。全然美味味しいって思うんだけど、多分これがねアメリカっぽい。なんかアメリカっぽい。やっぱりね、イタリアとアメリカ全然違うからね。この甘さはねそんなに感じないし、なんかアメリカに思い出すね。カナダに行った時と一緒な感じしてた。そういうなんだっけ、ファストフードパスタってな感じしてたんですよね。50点かな50点かなこれ。まあまあこれでもいいかな。アメリカなら USA ローソン、セーレン、ファミリーマート、この3つ最後の一口を食べてみて、もうどれが1番、2番と3番を選びたいと思います。まずはローソンが1番どうかな。見つめられるねこれとセブンが1番味的には美味しいと思う。スパゲッティが一番美味しいやなこれ。これおめえうまいけど、これがどっちに勝てるのかちょっとね、やっぱりイタリア人からするとすぐ味が違うってな感じする。個人的にはこれが好きなんだけど、ボロネーズといったらこれとこれ。ファミリーマートは1番、セブンは2番、これはローソンは5つ目番にしようなんかもう並んでるみたいこれとこれがね結構全く似てないけど、結構バランス的にが一番美味しかったかもしれないと思う。これは甘い系で、これが酸っぱい系、酸っぱい甘い。でもどうしよう、こっちの方が好き。でもどうだろう、もしかしてこれが一番かもしれないよな。1個ランキングしたらセブンが一番美味しいと思います。イェイで、これが、まあ、結構近い感じだったのは2番で、これが3番でにします。だからこれが75、70、60ぐらいにしたいと思います。イェイ終わりました。いやー、スパゲッティはねうまいし、味はやっぱり違う感じするんだけど、例えばこれを食べた瞬間にアメリカンな感じする。これが優しい味、まあ、個人的には好きんだけど、ボロニーズソースに似てるのがこれとこれの間ぐらいちょうどね。やっぱりいろんな方からどこに美味しいパスタを食べればいいですかとか、イタリアに行ったらどこに行けばいいですかって、街によってパスタのおすすめは全然違うから、例えばボロニエーゼとかパスタラグーンも、例えばローマ食べると、ミラノで食べると、ヒレとかで食べると味は全然違う。やっぱりこういうミートソースをおすすめしたいのはボローニャ。ボローニャね、本当に一番美味しかった。いや、これがね子供サイズだよ、イタリアだったら。これが子供、私は頼んだパスタ300円でこんなぐらいだった。なんか一人のためだね、やべーって思って、まあさすがに太りましたねそうだから早すぎて難しいやな。皆さんの一番好きなパスタとかあったらぜひ教えてください。待ってます。これでコンビニパスタチャレンジで終わりたいと思います。例えば皆さんからこれもやってみてくださいとか、イタリアのことをもっと知りたいだったらぜひコメントしていいねのボタンを押して登録してください。よろしくお願いします。今日はありがとう。arrivederci.